も言ってくんないのみたいな。寂しいやつ、ちょっと何か言ってよ。おー、びっくりした。よいしょ。はい、始まりました。え、始まってんのこれ。始まってる。はい、グリコの部屋です。よいしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はいはい、乾杯。な、乾杯乾杯。喉乾いた。えい、俺としないんかい。えい、嫌いか。おい、ちょっとやめてマジで。よし。あ、透けてる。でも透けてる。透けてる。やばいやばい。透けてる透けてる。開くと。すげえ、いい体してるよ。開くと。タンクと。ちょうどでもいい。ちょうどでもいい。ちょうどでもいい。さあ、始まりました。はい。ああ。うわ、すげえこれ。見て、上半身だけ。お前テンション。見て、見て、これ上半身だけ生えてるんだよ。ブラジャーみたい。ブラジャーみたい。上半身で描いてますよね。お前、眠いなぁ。よし。暑ってか、暑くないですか、本当に。コメント来てます？いやー、来てないっすね。くそ、来てない。はい。え、停止してるだけじゃない？いや、わからん。えい。えい。来た。そんな。あら。あ、来ました、来ました。来た、来た、来た、来た。こっち来てるよ。こっち来てますね。ちょいちょい。はい。始まりましたけど、さてと、小さい人髪切ったのって、あきさん、俺小さい、え、なんで俺小さい人それ切ってなくない？テンションモチベ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 じゃあね、危ない。モチベモチベ、いつもニコ生こんなんじゃないですか。モチベ、チャンキさん横にずれてよ。え、ちょっとなんか俺端っこすぎて寂しい。ちょうどいいぐらい。よいしょ。さすがにやばいな、これが。さて、何しましょうか、今日は。さあ、どうしようか。ゆるいね。なんか、まあ、本当にね、徹子の部屋しかりじゃないけどね、ゆるくやりたいなと思って。そうっすね。はい。ゆるいっていうか、なんか、元気なかったもん。まず来た時点で、いいの元気なかったもん、なんか。それはあれだよ。はい、裏バラしちゃいました。はい、よいしょ。今よかった。はい、よいしょ。裏バラしちゃいました。よいしょ。それは本当あれだよって言おうとしたけど、言っちゃダメなやつでした、それは。何も。いや、なんかどうしたの？え、どうもしないよ。そしたら、普通に、いや、眠いって言われた。はい、バラしちゃいました。よいしょ。さてと。いける。やば。なんか、あれ、先週俺出たっけ？出てないよね。あれ、先週出てないよね。先週何したの？先週俺も出てなくないですか？え、あ、ちげえ、俺ら一花と翔さん。そっか、一花と翔さん、いっちゃん翔さんで二人出てましたね。やってたのか。なんか、一周開くとちょっとな、感じがわからなくなってくるね。そうっすか。この番組をどう料理していいかわからなくなってて、稲荷くん、稲荷くんって言われてるよ。はい、稲荷ですけど。いや、こっちの方に話しかけられてるからね。あー、お稲荷さんね。そう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 、稲荷くんね。ここね。いいよ、それで刺さらない。てか、いつまでタンクトップなんだよ、お前。お持ちって恥ずかしいな。さて、透明マンス、なんさて、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 あれ、あのさ、今週なんもない、あ、今週じゃない、今月なんもないよね、もう。あれ、今月、いや、ユーマ俺ですよ。あ、そっか。嘘だよ、嘘だよ、この人。最低だよ。今月バースデーいつだの？25ですね。あ、そ、25僕のバースデーですね。じゃあまだいくね。29が僕のラストですね。締め日とラストですね。お、寂しいね。寂しいですね。締め日ですね。ラストですね。え、誰がバースデーの？僕です、僕。僕のバースデーとラストですね。タンクトップの人だよ。タンクトップのスケスケがラストですね、もう。タンクトップの人。そう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 。何コメント来てる？いや、来てるよ。ユウマなんか白くなったって、なんか元が黒いみたいなさ、全然なくない、焼けたんじゃん、むしろ。え、でもなんか、
なんか冷たい冷たい。あのさ、ここで見るとさ、こっから上が白くてこっから下茶色くない？それだからあの、あれ着てるからさ、あのゴブとか着てるから多分こっから下が、じゃあ本当に焼けてんだね。焼けてるんです多分。本当だ、普通に焼けてる。恥ずかしい焼け方してる。恥ずかしい焼け方してる。ずっと一緒に。お前やめるの、そういうあれ。そっち引っ越し屋一本になる感じ。そうそう、引っ越し一本。順と一緒に引っ越し屋一本になると思って。順と繋がってたんだ。順今引っ越しやってる。順とか言われてたぶん分かんない。引っ越しのバイトしてるのって、いや、してない。やめるのやめるのどっちなのはやめます。やめるけど引っ越しではない。そうそうそう、あのライフセーバーやるから俺ちゃんとビーチでこういうさ、そう俺決めてたんですよ、うん、なんかみんなでサマーランド行こうみたいな話したじゃないですか、うん、行ったらサマーランドでもやめたわ。え、やめたんすか？だってハワイ行けた。だからなんか別にだと。嘘じゃん。まあまあまあ、俺さ、ネタを考えてたんですよ。本場ですもんね。あのブーメランパンツみたいな。なんで？だったら俺ブーメランパンツだな。マジで俺行こうと思った。そう。この髪型で。そう。この髪型で。ピシッてしてこの髪型でブーメランパンツ。そう。最高じゃん。しかも最初は。あれじゃないの？なんか最近流行って片方だけこんなになってるやつ。あの紐みたいなやつか。紐じゃなんか。なんつうなんかケツで挟んでここクッてなってるよ。え、わかんないか、イノさんちょっとそれ履いてきてください。やだよ、超やだよ。ニコ生で超やだ。なんで俺ニコ生でそれ履かない？ニコ生でそれ履いてきてくださいね。あ、そうだ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 、あれ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 、まあ別に一旦まだ履いてくださいよ。あれ30から30からで、ああはいはいはい、ハワイ行ってまいります。よいしょ、はい、よいしょ。というわけでね、今月の締め日は29日なんで間違えないでね。そう、あ、そうだね、重要だね。だから、30かと思ってたから29いけないやっていう言い訳は通用しないから、でも今伝えたから。そうダメだね。いや、ニコ生見てなかったって言われたらおしまいだけど。見ろよ。確かに。確かにそうだね。そうっすね。来てる人も見てるのか。でもまあ来てない人の方が多いのかな、見てる人って。ユウマハワイ行くのって、俺は行かない、やめるから行かないんじゃないのって。そう、やめ、あ、でもね、やめるって言ってもあのキャストをやめるだけ。いや、面白いな。あるよ、ユウマ当日行けないわ、行く気もなかったけどやっぱり行けないわ。うざ。キチガイかよ、マジ。締め日嫌だって。締め日怖いよね。お土産営業してね、来いよ。じゃあお土産、あ、お土産営業いいね。トギャル来いよ。じゃあお土産営業いいね。お土産よ。グアムじゃなかったの、いつの話してんの。ん、グアムじゃなかったの。グアムじゃなかったのって来たら、いつの話してんの。グアムって話ありましたっけ。あったあった、ありました、結構前。よっしゃ、来たしまったな。やるならさ、なんか笑いの。シュールだったわ。普通においおいおいで終わったよ。お土産よ、あれでよくない？お土産で、お土産って何欲しい？てかお土産ってさ、正直さ、うん、あれだよね、正直なんか別にじゃない。何がハワイぐらいのお土産になると日本語じゃないですか、もはや。じゃあなんか、いや、何に関してもお土産ってなんか、え、俺の中のイメージね、うん、お土産ってなんか、そのなんだろう、いらんくね、うん、いや、まあ嘘じゃん、この反応。でも、いらんくない。この前ね、女の子で素敵なことを言ってる人がいたの。はい、そう、いい、お土産とかそういうのいらないって言ったら、思い出のお裾分けって言われた。うわ、おしゃれ。おしゃれじゃない、お土産。お土産だから、いや、お土産とかマジでいらないからって、なんか買ってくって言われた時に、お土産いらないよ、お裾分け、いや、そういうのいらないよみたいな。違う、思い出の、あ、思い出のお土産のお裾分け。ちょっとなんか大きい発音で、そっからちょっとあげるねみたいな。そうかもしれない、そうかもしれない。そっか、透けてる。やばいわ、火山ができてる。やば、これでやろう。やば、あ、そう、付き
けてんだもん、ね、さっきもいなにこれちょ見せてよ俺にも。透けてしかないからこれ。よいしょ。まあでもね、変な話ね、ハワイのお土産って何って感じだね。何欲しいの？ハワイのお土産、お土産、ハワイのお土産って、そうですね、特にじゃないですか。いやもう、なんならね、飛行機乗るからあれでしょ、俺らがね、無事に帰ってこれたらそれがね、お土産と、お土産でしょ。なーに、せこいって言うんだか、お土産俺あれあげる。俺海岸に落ちてる貝殻あげる。安上がり、安上がり、ってか素敵素敵おしゃれだけど、安上がり。いや、値段じゃないですからね、気持ちですからね、そういうこと。お土産じゃないね、そう、お土産のおすそ分けですから、だからね、もしかして思い出のおすそ分け、あ、思い出のおすそ分けね、お土産のおすそ分けじゃなくて、はいはいはい、いらんくない？マジでお土産とかさ、いや、欲しいんじゃない？気持ちじゃん、そういうの。そう、うん、なんかこちらも例えばさ、いやいいよって言ってもなんかまあくれたらくれたら嬉しいじゃん。まあありがとうってなるし、少なかったね。まあ確かに、あと場所によるな、お土産は。ああ、うん、でも俺、ね、あれが一番無理、ディズニーランドのお土産。なんで？一番いらん。美味しいじゃないですか。一番いらん。いや、もっといらないありますか、本当に。ないないない。おい、だってグワッ、あ、いや、じゃあいらないお土産について考えようよ。違う違う、今までもらった、今までもらった、いらないお土産、いらないお土産。もうこれもうあれよ、もうダメよ、そのなんか隠しちゃ、隠しちゃダメ、もう素直に全部行こう。俺はある、いらないお土産、俺はある。ないないない。俺は、うん、友達がグアムに行きましたと。はいはいはい、はい、グアムのお土産買ってきてくれたと。はい、何を想像しますか？グアム、グアムのお土産、グアムだよ、グアムのお土産、何を想像しますか？なんか木彫りのなんか木彫りのお化けみたいな。確かにいらないけど、いらないです。何を想像しますか？グアムのお土産。近い、それもさっき近いなグアム、グアムのお土産、お土産です。グアムのお土産、チョコレートぐらいしかなくねって思うじゃないですか。俺グアムで緑茶のお土産もらいましたからねバリバリ日本のもの、地味いらねえ地味いらねえ絶全然いらないよ、緑茶とか何者なの？そう、グアムで、グアムの土産って緑茶もらったからバリバリ日本のもんや。あ、これもやだ、グアムって書いてある T シャツ。あ、いらない、アイラムグアム超やだそれそれめっちゃいらねえ。そう、アイラムグアム、でも最悪寝巻きじゃないですか、別に。あ、最悪寝巻きだから、まあいらないけど着るじゃないですか。いやねえ、一番いいものってだからさ、食うものもらったらさ、別にあれじゃね、鼻くそ入ってるかもしんないのに。いや、お前、いや心疲れすぎだろお土産に入ってはねえだろ。あ、お土産、そっか、パッケージ開けてなければ。そっか、俺、一番いらねえと思ったのなんだろうな。なんかあるかな、あれかな、正直てか正直俺はもう性格悪いから言うけど、はい、正直、あれいらない、キーホルダー。あー、いらない、うん、つけるわし困るわでもこれかわいそう、砂時計捨てたよ割となんかおしゃれじゃない砂時計って。なんかもらったら砂時計使わなくないですか？いや、うん、カップラーメンの時とかさ、タイマー、いや、まあ、今時 iPhone でも楽じゃない？砂時計ポンって机に置いてたんだ。いや、砂時計は、まあ、捨てることないと思うけど、うん、おしゃれだしな。香水、キャンドル、お菓子、あ、匂いの違う香水とかね、きあの好みじゃない。あ、そっかそっかそっか、うん、それもやだね。あ、キャンドルも確かにいらない。キャンドルダメ。お菓子はまだわりかしね、うん、食べるから。あ、そっか、でもキャンドルとか女の子だから、まあ、可愛いってなるか。可愛いってなるけど、こちらは逆にキャンドルとかもらってよ、はってはってなっちゃうけど、俺が女の子でキャンドルもらってもいや燃やせないよね多分、うん、あ、なんか燃やせないよね。思い出を燃やすようで。いや、ちょっと待ってすぐそれだよお前そんなこと言って食べ物思い出食べちゃってんじゃねえか。それはあの体に血となり肉となりこれからの胃の輪を支えてくれるからねそう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 、あ、糖分しかなんないか脂肪にしかならない。まあ、いらねえわ超いらない。さあ、じゃあ CM 行きますか。行きますか。いや、CM ドーンドーン。てかさ、何なんですかこの未就は。
今月の売り上げ300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社に。シリーズね。うん、いらないお土産シリーズ。いやーもうもういっか、いらないお土産は。うん、もういっか。そうだね。じゃあ次、いらなかった誕生日シリーズいく。いらなかった誕生日マジか。いらなかったタンプレ、タンプレシリーズいく。これちょっとさ、あのいろいろ考えとかないとさ、過去を思い出せない、ちょっととんでもないことになるから。いらなかったタンプレ、タンプレ、まあ、そんなに決まってるよね。まあ身につけるものじゃいらない、あ基本的には、うん、身につけるものでも、でも欲しいやつや、あ欲しいやつは、まあ、欲しいやつは別に欲しくないですか。欲しいやつはだっているものじゃん、どう考えても。じゃないやつね、いらない身につけるもの、中途半端なブランド品、いらないっていうか、まあ別に聞いてもわかる、あのね、まあ、言ってもないのに感はある。いやでもめちゃめちゃなんかそんなんね、気持ちかもしんないけど、暴露で言ったら、うん、もう本当にもう入ったばっかりの頃、入ったばっかりの頃ですよ。はいはい、入ったばっかり、はい、2年前ぐらいですね。でも本当に気持ちだけで嬉しかったんだけど、あのね、なんか丸休か休通かどっかで買ってきたようなね。なんかね、あのあれあるじゃん、あのユーマ一時期つけてここにさ、俺ダサいからやめた方がいいよって言って、なんかキラーンみたいな、ここにアクセサリーみたいなさ、あーブローチみたいな、ブローチみたいな、はい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 、あれ穴開けなきゃダメじゃん。あ、そうですね。じゃあ、うん、で、もらったんだけど変、可愛くないみたいな、クラウンみたいな、可愛い可愛い可愛い、ありがとうっつったけど、その時着てたジャケットに穴開ける方が嫌で、なんか、あーなるほどね、そっちの方余裕で高いしって思って、はい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 、誰か分かってる、誰か超分かってる、最低だよ本当に、誰か分かるよ、あのね、結構つけなきゃダメかなと思ったんだけど、それはちょっとね無理だった。確かにね、それは身につけるもんはやっぱそうだね。ね。そうね、中途半端なブランド品ってそうだよね。逆にそっち側なんかさ、もらって別に嬉しくないよ、でももらう、結構ホストにもらうっていうのはある。ある。いや、こっち側があげて、いやでもなんか別にみたいな。わ、気持ちかな。現金会計が一番のプレゼント、ニコニコ現金払い。どういうこと？賭けじゃなくて現金会計が一番のプレゼントじゃないですか。ああこっち側にってこと。うん、それはだってホストの誕生日はやっぱシャンパンが一番嬉しいんじゃない。でも賭けだったな。いや超ウケる超ウケる。おいこっちおい。いやでも賭けだった。で、ね、しちゃうよね。誕生日にだってドンペリとかなんとか、あのクルクとかいっぱいブワー入ったのに賭けで飛ばれて、賭けがいっつってね、飛ばれて自腹っていう、賭けがいってなる。それはね。あ, ねあでも嬉しいんじゃない、やっぱり賭けてもれたら、いやいや回収すればね。回収すればね。回収って言い方。できなきゃ無理、できなきゃ、それはね、素敵なハッピーバースデーくれちゃったよね。借金プレゼント、ね、ちなみにそれもらったことあるんですか。あります。やば、素敵じゃん、素敵なハッピーバースデー、ね、最高だわ。そういうのもあるよね。それが一番やっぱもらって嬉しくないんじゃない。やば
計と指輪とか好きでもない人もらからもらっても迷惑。あー、ね、はいはいはい。まあちょっと重いよね。ちょっと重いね。俺もこれアキさんからもらってるからちょっと重いんだよね。あのさ、おめえが欲しいって言うからあげたの。おめえネックレス返せ。本当だよ。おめえネックレス。これ次アキさんからもらったもんとイノさんからもらったもんで、揃えてある。本当ですよ、ね。アクセサリーが。はい、いや他は？返せってね、もらったのに返せないね。いつかにはなんかジャケットとか俺アホみたいなの見てるし靴とかいつかに靴4足あげたからね。もう4足で3足で、あ、ちょっと盛りましたね。じゃあ何足だ、あ、3足目のやつまたあげた。やば靴、なんかみすぼらしい靴履いてたからさ。いやいやいや、やめなよみすぼらしい靴。ユーマ殺意だって。ユーマ全部捨てる。秋ファンから殺意。なんで殺意が来てる。なんでもらってるから羨ましいと。あ、なんだ、あ、そういうことね。わかんない。だってユーマは全部捨てるよねって。俺ね、捨てるはしない。もらったもんそのまま別のお客さん誕生日にあげる。あ、ねえねえ、ホストってよく ホストってよく服とかあげるよねって来てる。服俺未来にめっちゃあげてんな。違う、いや、そういうことか。あ、そっ、あ、キャスト同士。え、違うでしょ。ホストから服もらっても嬉しくない。あ、お客さんに服をあげる。あげなくね。あげないでしょ。いや、俺あげたことある。え、あ、部屋着だよ。ピケとか。あ、そうだね。言ったらその辺じゃないと、いらなくね。そうだよ、だから部屋着とかだよ、あげても。ユニクロの、そんな着る。いや、ユニクロじゃねえだろ。自分で買えんだろ、ユニクロだったら。自分で買え。だから自分で買うかねじゃないですか。思い出ですよ、思い出。お土産の、お土産のお裾分けだから。分かった、もうそういうこと。そうそうそう、本当に。グアムの T シャツあげたの。え、ダサいからじゃねえだって。サイズ合うとか合わないとかって、だってフリーサイズでしょ、女の子って基本的に。え、そうなんすか。そんなことなくね。女の子が基本的にフリーサイズだ。部屋着。え、そうなん。部屋着でぴったりしたの着れねえだろ。寝れねえ。てかさ、受けんの見たんだけど、その前テレビで。ピケってあれ女の子だけじゃなかったの。ああ、そうだね。そうなんすか。誰だっけ。ね、ノンスタのあいつ、キモい方。あいつだから確かピケ着てたの。部屋着で。マジかーいと思って。あるある、そう。女子力高えから、あいつ。やば、捨てたよ、ワンピースさよなら。ピケってなんだ。ジェラートピケだよ。部屋着ね。外人みたいですね、名前ですね、きっと。ジェラートピケ。ベアフットドリームスだよね。ベアフットドリームスだっけ。クマの足の夢。いや、なんかそんな感じのやつが、すげえふわふわしてていい部屋着。ポケって何ですか。だってポケじゃねえんだ。ポケ面白いな。ポケかわいい。俺も知らねえよ、ポケは。ポケは俺も知らねえわ。ね、ユーマもうそのかけてるジャケット捨てよう。やかましいわ。あいつ返したもん。面白い、面白いね。どんだけみんな捨てんの。結構捨ててるよ。コメントしてる人本当だったらめちゃめちゃみんな捨てるやん。ねえ、あげたくなくなってくるよな。うん、ジェラートペケとか間違いすぎる。ポケじゃねえよ。ピケだの、ポケだの、ペケだの、もう面白い。ねえ、全然面白い。面白い、めちゃくちゃ面白い。みんなやってくれよって感じだよ。ちょうだいちょうだい。なんかそういうコメントちょうだい。あー、秋だけ夏だね、格好が。いや、だって暑いもん。今日俺も夏でしょ。でもこれね、ニットだよ、ニット。俺も夏です。サマーニットってやつよね。サマーニット、夏じゃん。夏だよ。サマーついちゃってるし。夏じゃん、服の素材に。だからもうすぐ梅雨だね。え、ジメジメする、ね。あ、そうですね。これあれじゃない、オリシャンとかも捨てるし仕方ないよ。オリシャンとか捨てるってどういうこと。オリシャンは捨てられたら、切れたらそりゃ捨てるでしょ。あ、それはね。あ、まあ確かに。ね、この人怖い。捨てます、さよなら。え、この人捨ててばっかじゃねえか。うん、やば、めっちゃ捨てんじゃん。みんな捨ててるね。まあ、お互い様じゃない。多分こっちも捨ててるしさ。正直捨てねえ。俺はだから捨てないですって。もらったものそのまま別のお客さんあげてんだから。でもね、あれ、俺んちの親お中元でやってたさ。お中元回し。お中元回し。他の人のお中元でやってた。
やっぱアギンジの、あげったアギンジのお中元ってなるとどんぐり敷き詰めるすげえわそれイノシシの頭とか入ってない大丈夫入ってないし超いらねお中元回しやばいね、うん、お中元回しやばいみんなの親やってなかったやんねえわそうでしょ買おうぜお中元ちゃんとやべえな子供ながらに見てどう思ったいや聞いたでしょうねお中元時期にそんなさもらったものを回してそれ言った年賀状をさ年賀状をさ1日に来てさそれを1日に返すみたいなそう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 結構マジねこれやべえなあー言ってやべえなそれあれたまんじゃんめっちゃじゃたまりますね待てお中元って家に来るもんなんすか普通なかなかもっともっともっと来ないんだ俺お中元家に来てるの見たことねえ初中見舞いとかさあるね来てんのかな知らないだったら近所付き合いじゃないけどまだそっちの方が嬉しいけどねカルピスとかもらえたらあーカルピスあるわあとゼリーとかさジュースとかさあるジュースさリンゴとかさ瓶のやつみたいなやつ違う缶のやつ缶のやつ瓶じゃないやつリンゴとかリンゴオレンジグレープフルーツマスカットとかってここで来てます絶対知ってる大体グレフルだけ余んわかる何そのお中元あるある大体オレンジグレフルだけ余ってやべえあー面白いわ今日お中元回しやばいお中元回しやばいあじゃあもうねもうこれからだからお中元回しじゃなくてお土産回しすればいいそうお土産回しすればいいんすよね、うん、お土産回しでも最低だねだからもうお土産回しすぎてさ、うん、あの自分でそうマジか1年後ぐらいにあれこれ1年前のじゃねみたいなやば中元回しがね払いてホントもうおもろい秋の今日の MVP は秋のお母さんでした、はい、イエーイよいしょーさちえちゃんでしたさちえかいじゃああのさちえには素敵な素敵なお中元をお中元プレゼントしましょうかさちえにはお中元をうちからプレゼントするということだよねお中元って季節いつですかお中元夏じゃあ今初中見舞い初中見舞いもまだ早いんじゃないまだ早いかこれからですね、うん、お中元中元の季節だっけそもそもとりあえずお中元は回さないようにブリゴのやでした感覚に投げかけるすべもなく溜まり込んだことにすがる何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なこの溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力でこの番組はドランのスポンサーの提供でお送りします君がいる世界を